阪神スタメン森下翔太が3番で復帰。5番の意地、阪神広島9日甲子園、阪神村上が甲子園開幕となる一戦の先発マウンドに上がる。前回登板2日の DeNA 戦、京セラドームでは3回5失点、修正力を発揮して坂本とのバッテリーで今季初勝利を目指す。7日ヤクルト戦、神宮で今季初のベンチスタートだった森下が3番右翼で2試合ぶりにスタメン復帰を果たした。よっしゃ森下復帰、今なら三の井も森氏でも良いような。広島も苦しいんやな、スタメン黒いな。森下お帰り、今日めちゃくちゃ寒い、どうかみんな怪我しませんように。連敗しないで。よし、大谷打ったからテルも3号だな。甲子園開幕、現地民も村上も頼んだで。スタメン来たわ、もう今の状態ではの意地は欠かせないな。言うても今のところは広島のがチーム打率は上みたいやな。前川もチャンス潰すよな。この広島打線抑えられないなら厳しいぞ村上、それくらい怖さがない、しかも甲子園。今坂倉7番引く8番なのか、やな下位打線だな。おい、そいつら打率16167まで落ちとるな。面白い顔したやのとかいうのが一番怖いよ今の広島。野間だけ注意しとけばええんやろ。風が競争やな、要注意や。うちもホームランで点取れてるだけでつながり悪いから、甲子園でどう変わるかやね。ホームランボコボコ出て優勝したいわ、近鉄なんか爽快やったやん。前川スタメンか、まあそらそうか。前川くんの意地を乗り越えるんや、いきなり3番言われてもな、まだまだチャンス来るよ、頑張って。去年の森下もノイジーとの3番併用で育てたし、足りないところを自覚させるための3番やろな。今年オールはセースタメン多いよな、カープも読売もそうか。今日は過去一番ノイジースタメンに文句の出ない日やな。アホみたいに寒いけど村上大丈夫かな。やっと甲子園開幕だ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。